全盲女子の波平丸です。以前の動画でも少しお話ししたんですけれども、天神橋筋商店街というところに行ってきました。日本一長い商店街ということで、端から端まで歩くと40分ぐらいかかるんだそうですね。私初めて行ったので、どんなお店があるのか教えてもらいながら歩いてみました。いろんなお店があっていい雰囲気でしたね。もっとゴミゴミしてるのかと思っていたんですけど、全然そんなことなくって歩きやすかったですね。慣れれば私も一人で安心して歩けるんじゃないかなという感じでした。お散歩コースとしてもちょうどいいんじゃないかなと思いましたね。で、この商店街でまず何するか、やっぱりグルメでしょうということで、最初に入ったお店を今回は紹介しようと思います。友人のおすすめ、トンテキを食べようということになりまして、大阪トンテキというお店に入りました。ちなみにトンテキという言葉、私は大阪に来て初めて耳にしたような気がするんですけど、三重県四日市市の名物料理なんだそうです。豚肉のステーキですね。名前の由来については、トンは豚、テキはステーキのテキなんだろうなぁと思ったんですけど、本当にそうかなぁと思ってネットで調べてみたんですね。そうしたらやっぱりそうみたいで、ビーフステーキを略してビフテキと呼んでいると勘違いしたことから、トンテキと呼ばれるようになったということが書かれてまして、勘違い、どういうことだろうと思いまして、ビフテキってビーフステーキの略じゃないのと、さらにネットで調べてみたんですよね。そしたらやっぱりビフテキはビーフステーキの略じゃなかったんですよね。フランス語でステーキを意味するビフテックという言葉から来ているようなんですね。知らなかった。で、トンテキのお店の話に戻りますが、着いたのが11時過ぎだったんですね。お昼にはちょっと早いかなというぐらいの時間でした。で、まだ行列はできていなくてスムーズに入れましたね。後から並び始めたので、いい時間に来たんだなと思いました。店員さんがすごく親切で、席まで丁寧に案内してくれて、お肉つながってるんですけど切っておきましょうかって提案してくれたりもして、ありがたいなと思いました。すごく居心地のいいお店でしたね。注文したのが友人おすすめのトンテキ定食、こちらです。ご飯とお味噌汁、マカロニサラダ、そしてキャベツもついていました。お肉が柔らかくて味付けが濃くて、ご飯が進みましたね。マカロニサラダも好きな味だなと思いましたし、キャベツもフルーティーな感じの味がして美味しかったですね。お腹いっぱいになりました。大満足でしたね。と言いつつ、その後ケーキ食べたりコロッケ食べたりしたわけですけど、そのことについてはまた
別の動画でお話ししようと思います。ということで今回はトンテキのお話でした。最後まで見てくださってありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。ナミヘイマルでした。